ラコニア県、パンイ,イプシロンロイオータハイプシロンロイプシロンイオータ、アルファカッパイプシロンニュー、タウイータタウアルファーラムダアルファーカッパオメガニュー、アルファ測地系、北緯36度55分統計22度40分。ラコニア県は、ギリシャ共和国のペロポネソス地方を構成する、行政区の一つ。ペロポネソス半島南部に位置する、県とスパルティは、 古代の有力都市国家スパルタの土地に建設された都市である。県名となっているラコニアは、ペロポネソス半島南部の地方名で、古代ギリシャ語の発音に従えば、ラコニア。有力都市国家スパルタが所在した土地で、ラケダイモニアあるいは、ラケデモニアとも呼ばれる。ラコニア県周辺の地形地理的なペロポネソス半島、及び行政区画としてのペロポネソス地方の南部に、 位置するギリシャ本土では最南端の県である。ラコニア県の西はタイゲトス山脈を隔ててメッシ,シニア県、北にはアルカディア県にそれぞれ接している。東はミルト海に望み、南は地中海に面している。地中海に突き出した二つの半島、西のマニ半島と東のマレアミサキ半島に挟まれた海はラコニア湾と呼ばれる。 ラコニア県の南側には、キティラ島とアンティキティラ島が浮かんでいるが、これらは、アッティカ地方の諸島県に属する。ラコニア県を貫いてエブロタス川が流れる。県西町である、この川の流域は、農業地帯となっている。中上流域のエブロタス田には、リフトバレーである。下流域の沿岸部には、ラコニア平野が開かれている。県域の西、メッシニア県との県境には、 タイゲトス山脈が走っている。中世にはパンタダクティロスの名で知られた山脈である。プロフィティスイリアスはペロポネソス半島の最高峰で、主に松の木が生い茂っている。タイゲトス山脈が地中海に突き出した形の半島がマニ半島で、先端はテナロミサキである。県域の東にはパルノナス山脈が連なっており、最高峰はミガリートゥアラである。 パルノナス山脈に続く地形の流起は、マレア岬半島を形成している。県北西部に位置する県とスパルティが県最大の都市である。ラコニア湾に面した港湾都市ギティオがこれに次ぐ。人口3000人以上の都市には、以下がある。中世には、スパルティ西方のミストラスや、東南部エーゲ海側の港町、モネンバシアがこの地域の中心であったが、 それらの都市としての繁栄はいずれも過去のものとなり、観光地としての新たな賑わいを得ている。モネンバシアは現在も自治体に名を残しているが、中心地は中世以来のモネンバシアとは別の地区に移っている。古代のラコニア県の地域は都市国家スパルタの領地であった。古典時代を経て、スパルタは現在のメッシニア県にも勢力を拡大した。しかし、住民は、 平牢体とされ、永久的に奴隷の身分とされた。その後数々の戦乱を経て、紀元前2世紀の初めに、共和制ローマの支配下に入った。ローマ帝国が東西に分裂した395年からは、東ローマ帝国の統治領となった。第4回十字軍の東ローマ侵攻を受けて、ラコニアの地域は、モレアス先生工領の領土となった。その後ラコニアは、 オスマン帝国に支配されたが、マニハンの地域の住民には自治権が与えられた。ギリシャ独立戦争により、ギリシャ王国が建国されると、この地域はギリシャの領土となり、ラコニア県が設置された。1834年に建設されたスパルティが県都となり、農業や経済の発展がもたらされた。1864年には、 イギリスの保護国であったヨニア諸島が衆国の解体を受け、エラホニソス島がラコニア県に編入された。この島は15世紀からナポレオン戦争までベネツィア共和国による支配を受け続けた島であった。第二次世界大戦とギリシャ内戦の後にはラコニア県からギリシャの大都市や海外へ人口が流出した。1992年には山火事が発生した。 また2006年には洪水が発生し被害を受けた。エブロタス川流域は農業地帯であり、オレンジやオリーブなどの柑橘園や牧草地が広がっている。ラコニア県はギリシャ有数のオレンジの生産地となっている。スパルティ郊外のアミクレスにはラコニアというオレンジジュースを生産する工場も立地している。ラコニア県ラコニア県は 以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。ラコニア県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのラコニア県は以下の22の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は渦と対応している。旧自治体名欄で印を付したものは気の出た。 それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。県には、以下の軍があったが、2006年に降法的な位置づけは行われていない。北のトリポリ方面及び西のカラマタ方面に、幹線道路が整備されている。メッシニア方面には、タイゲトス山脈越えの道と、南下して、マニハン島のイティロ方面を経由する。 道の二つのルートがある。欧州自動車道路主要な自動車道路中世の都市遺跡ミストラスは世界遺産に登録されている。ラコニア県の南西にあるアレオポリの南にはディルと呼ばれる商入道があり観光地の一つとなっている。英語で簡潔なを意味するラコニックという単語はこの地域の名称に由来する。話が簡潔であった古代スパルタ人のように話す。人を アテナイ人が例えたことから生まれたのである。ありがとうございます。